2015大会会長、大分県自転車競技連盟理事長の、小石孝夫が務めてまいります。それではよろしくお願いいたします。30秒前、20秒前、10秒前、さあ、というわけで今スタートしてまいりましたクラスター E3 のレースになります。さあ、今日の最終レース、スターターを務めてもらいました、大分サイクルフェス2015大会会長、大分県自転車競技連盟理事長の、小石孝夫が務めてまいりました。ありがとうございました。さあ、それではですね、クラスター E3 スタートしていきましたので、ここで表彰式を行いたいと思います。先ほど行われました P1 クラスターの表彰式を行います、それでは確定リザルトをお伝えしてまいりましょう。先ほどと変わらずでありますけれども、第1位がゼッケン11番畑中雄介選手、チーム右京畑中雄介選手。そして第2位はゼッケン31番マトリックスパータグ、ホセ・ビセンテ選手、マトリックスパータグのホセ・ビセンテ選手。そして第3位はマトリック、島のレーシングチーム、木村圭介選手。以上の3名の選手になりました、それではですね、表彰式を行います。どうぞ表彰エリアまでお越しください。表彰式を行います。表彰エリアまでお越しください、なお、那須ブラゼンの荒城雄大選手もですね、表彰エリアのところまでお越しください。各選手は集まり次第表彰式を行います。
さあ時計の針は15時19分を回りました。レーススタートしてから24分が経過となっています。さあ現在は4周回を完了して5周回目、4周回を完了して5周回目に入っています。まあ、当初はですね59名の選手がスタート出走ですね、しておりました。59名の選手が、当初はですねスタートしていましたが、今、集団自体は31名になっているようですね。31名の選手が、まあ、先頭の集団となっているようであります。さあ4周回完了して5周回目に入っております。レース自体は、まあ、9周回で行われますので、もう折り返しというところでしょうか。さあそして続いての第2グループがやってきましたね。第2グループは16名ぐらいですか。さあそして今この4周回完了して5周回目に入るときにトップでコントロールラインを通過していきましたのはツッスエレーシングの、越野美誠一選手ですね。さあツッスエレーシング、これはツッスエ康平選手がですね、作った、チームとなっておりまして、もともとあったそのサイクリングクラブから競技を頑張りたい若者を中心に実業団登録をして作った選手チームとなっております。でかつてツッスエ康平選手、そのインターハイなどまた、国体、こういった部分でですね、1年間で4つの主要全国大会で優勝したのにもかかわらずプロにつながる道がなかった当時の部分で悔しさがあり、大学に行ってプロチームに入るけれども、モチベーションも保つことができなかった、まあ、そこの部分から新しい、ね、道を作って、行きたいという、まあ、いろんな思いもあってツッスエレーシングというものをですね立ち上げたというふうに言っておられました。さあ今回は10名以上の14名でしたっけね、14名の、ツッスエレーシングでの参戦となります。さあ地元の期待の星、まあ、この九州での、開催と昨年初開催となりましたこの JBCF、サイクルロードレース、大分サイクルロードレース、まあ普段ですと、東日本などで結構盛んに行われておりますこの JBCF の大会なんですけれども、この西日本特に九州地域の方ではね、開催はしていなかったということなんで、かなりねこの地元の選手の方々がですね参加となっております。さあ熊本県であったりとか、あとは広島、愛媛、宮崎県、福岡県、そして大分県などなど、さまざまな地域からの九州地域からの参戦となりました。さあクラスターE3 4周回完了しまして5周回目に入っております。残りあと5周回です。さあ本日の最終レースになります。
さあ今ここでコントロールラインを通過していきます。さあこのあたりが、先頭集団になりますね。さあ先頭集団のあたりは結構動きが活性化です。5周回完了しまして6周回目、5周回完了して6周回目となりました。さあ先頭の集団ちょっとチリチリだったりとか、まあ縦に長く伸びていたりとかしますが、合計で29名程度の集団と見ていいんでしょうかね。そしてトップから14秒タイムギャップが少しまあ、ね、遅れて2名の選手がいると、まあ、およそ30人ほどのメンバーが選手が、この先頭の集団と、まあ、メイン集団ということになっております。さあその中でさあ今回14名の選手が参加となっております。この地元の、チームになります、津末レーシング。トップで通過していきましたのは宮成邦人、ラップタイマー5分57秒13をマークしまして、トップで通過していきます。まあ、この津末レーシング宮成邦人を、含む合計で30名程度の集団が5周回完了して6周回目に入りました。さあそして続きましては後方の集団になります。さあこちらは16名程度の集団が、トップからですね1分と39秒タイムギャップがありまして通過していきました。この中の先頭がボヤージュサイクリングチームの渡辺ジョージ、この選手を含む合計で16名の選手がトップ通過から1分39秒後に通過をしていきました。ここがまあ後方の集団という位置づけになるんでしょうか。レーススタートしてから32分が経過しています。今日の最終レースクラスター E3 です。さあそして今ここでコントラインを通過していきます。ゼッケン549番、日本老自転車競技協会の川野健太、そして日本老自転車競技協会の、長浜圭吾、この2名の選手も通過していきました。トップ通過から1分39秒。さあ現在ユーストリーム放送がなされております。クラスター E3 に関してもですね、このユーストリーム放送なされておりますのでぜひ皆さんチェックしてみてください。大分サイクルフェス2015の、ホームページを確認してもらいますと、すぐにチェックすることができますので、ぜひご覧になってくださいね。さあ今日の最終レースになります。クラスター E3 のレースが行われております。さあロードレースのパブリックビューイングが先ほど、ね、行われておりまして、このあと15時40分からはチーム日報 B2 ファンティーニトークセッションが行われます。これは大分憩いの道周辺の、そこに隣接しております、ホルトホール大分大ホールにてトークセッションが行われるということになっておりますね。まあ、今日大活躍しておりましたチーム右京のナショナルチャンピオンジャージを着ております
久保木一茂も、来シーズンからはこのチーム日報ビーニファンティーニ、ですね、まあ、移籍するということになっておりますので、ぜひ、ね、皆さんも足を運んでもらいたいと思いますが、まあ、この会場で今レースを見ていらっしゃる方はですね、最後の最後まで今このクラスター E3 の、選手の勇姿をですね、しっかりと目に焼き付けさせ、そして応援もね送ってもらいたいと思います。さあ、全9周回で行われますこのクラスター E3、現在は5周回を完了しまして6周回目となっております。さあ、まもなくこの残りあと600メートルのこの上り間を上がってくるところ、もう間もなく見えてくる頃じゃないですか。さあ、今ワインレッドに塗られました元じゃないですね、コムカーが見えてきました。お、そして今1名の選手が飛び出しているぞ。さあ、1名の選手が飛び出してきました。さあ、この選手は、さあ、津瀬康平、さあ、オーナー自らが2代目が今行きます。父の思いを受け継いで自転車の道行きまして、主要1年間に4大会優勝を飾るなど輝かしい成績を残しておりました。さあ、今はですね、サイクルショップの2代目として、働いておられますけれどもね、かつてはJプロツアーでも走っておりました。そういった経験もありまして、育成であったりとか若手のメンバー中心で、こういった実業団のレースに参戦となっております。さあ、14名の選手が今回参戦ということで、結構見せる走りを、してくれてあるんじゃないでしょうかね。これ上位陣が津生レーシングが先ほど通過時点でもですね、たくさんの選手がいます。津生レーシング、津生康平、そして腰の見誠一、他にも宮成邦人に岩切弘樹、そして三重の正明、増中洋二、まあ、こういった選手、地元の選手がですね、この集団の先頭のあたりを走っているということになりまして、そしてまた地元で言いましたらチーム、銀林熊本の井上武選手であったりとか、他にもチーム野望の藤村周平選手であったりとか、さまざまな選手がこの前を固めているということになります。さあ、さあ、オーナー自らがかなり見せるレースを繰り広げております津生レーシングの津生康平選手、まあ、高校の時にはすごいですね、1年間この同じ年でインターハイと国体を、ロードで制してしまったという、そんな異色の経歴を持つそんな津生康平選手、自転車店の2代目ということで、プロチーム宮田やマッサ、行った後はですね、自転車のオーナーとして、活躍をしていましたけれどもね、今日は見せるレースをしていきますよっていうことをね、決意しておられました。
さあ、そして次なる周回はどうでしょうか。6周回を完了しまして7周回目、6周回を完了して7周回目となっています。さあ、今コース上には48名の選手がオンコース中、スタートしてから40分が経過。さあ、残りあと1キロ看板のあたりを通過していきました。残りあと1キロ看板のあたりを通過していきました、そして、現在1名の選手が単独でアタック、そして10秒程度先行中とのことですね、ゼッケン529番、こちらツッセレーシングのツッセ浩平選手ですね。さあ、この選手が現在逃げているという情報が入ってきていますが、さあ、先頭とのタイムギャップは5秒程度にまで広がりました。ツッセレーシング、ツッセ浩平選手、もう間もなく見えてくる。さあ、そして今上り区間のあたりでどうやらこの、529番ツッセレーシング、ツッセ浩平は集団に吸収された模様です。さあ、今ここで見えてきましたね、集団です。さあ、集団は一つ、ここでコントロールラインを通過していきます。ゼッケン518番、ゼッケン518番のチーム銀鱗熊本、井上武史選手、この選手を先頭として今通過していきました。7周回を完了して8周回目となります。ラップタイムは5分59秒25となりました。まあ、チーム銀鱗熊本、井上武史選手、その他には集団の前方のあたりはツッセレーシング岩切弘樹、チームヤーボーの藤村周平、ツッセレーシングの越野見誠一、ボヤジュレーシングの高野亮太、ピナドーテストチームの松尾剛也、桂義弘、まあ、こういった選手が、まあ、集団の前方のあたりにいるということなんですね。さあ、レーススタートしてから43分が経過。さあ、7周回を完了して8周回目に入っています。レースもあとわずかとなりました。さあ、今回はこのクラスター E3 は大分のこの地元のまだ九州の、チームが非常に参加してもらっています。さあ、熱いレースの展開を、繰り広げてもらっています。さあ、いよいよ残りあと2周回となりました。残りあと2周回となりました。さあ、ここでゼッケン560番、ゼッケン560番も通過していった。560番はレーシングキューブ高橋幸也選手。さあ、そして続きましては第2グループになりますね。ここで通過、ゼッケン548番、ゼッケン548番の選手を先頭に通過していきました。メクストリームうどん坊の森野裕太、この選手を含めた20名近くの集団ですかが通過していきましたね。
さあここで先頭のグループはですね、大銀ドームの西側のあたりを通過していきます。このあたりは下り区間に入っていきます。残りあと2キロ看板を通過、残りあと2キロ看板を通過。さあ見せるレースを展開しております。今ユーストリームの放送でも臨場感あふれる映像がですね繰り広げられております。どうやら1名の選手が飛び出しているようですね。そして今その1名の選手は残りあと1キロ看板のあたりへと向かおうとしています。さあ1キロ看板のあたりを通過すると、あとはですね2つの直角コーナーがあります。このコーナーを抜けると下りポイントから180度ターンの折り返し、そして600メートルの上り区間があって、このスタートフィニッシュラインを通過していくということになります。さあ残りあと2周回となりました。全9周回で行われておりますこのクラスター E3。 さあ間もなく1名のこの逃げの選手は180度ターンを通過していきます。さあ530番の選手が現在逃げているという展開になりました。さあ530番、さあこの選手は岩切弘樹選手です。津水レーシングです。岩切弘樹、津水レーシング530番です。さあ、トップから、この集団までのタイムギャップなんですが10秒にまで開きました。さあ単独で逃げています。逃げは花形、津水レーシング。現在逃げておりますのはゼッケン530番、530番の岩切弘樹。さあ地元の、まあ、このレーサーの中ではチーム宮田、そしてマッサへと、行きまして、数々のですね輝かしい同一、同じ年でインターハイと国体を優勝高校の時にしてしまうというね、そんな津末康平選手、この選手が作ったレーシングチーム津末レーシング。さあその中の一人であります。さあ今ここでコントラインを通過していきます。さあジャンが鳴りました。最終周回に突入です。さあ岩切弘樹、そして513番、ゼッケン513番の、ソレイユデレスト阿部哲也、この選手を先頭に、通過していきました。さあ最終周回に入っております。8周回完了、9周回目、最終周回です。さあ泣いても笑ってもあと 4km。 さあ現在は、集団は外周を回っているところですね。この大銀ドームから西側の地点には B 駐車場というところがありますが、この外周を今回っているところ。さあクラブシルベストのゼッケン502番の
山野井里美選手も今通過していきました。さあ今単独で逃げている状態であります。さあ外周を回ってこの後大銀ドームの西側のセクションのところに、ね、入っていきます。この辺り残りあと 2km 看板が間もなく見えてくるところ、その手前には、ね、直角コーナーの逆バンクの90度コーナーもあります。さあ単独で今逃げております、津生レーシングの岩切ひろき。さあそのまま逃げ続けることができるか。そして今声援が送られます。さあこの辺りも最終周回に入っていきました。さあネクストリームうどん坊、森野雄太、この選手を含めた20名近くの選手が今コントロール台を通過、最終周回に入っていきます。さあ現在この大銀ドームの西側、して南側のあたりに間もなく入ってきます。このあたりは下り区間に入りますね。さあここで南側のあたりを今通過していきました。このあたりからは平坦になります。さあ現在1名の選手、津生レーシングの岩切ひろき。さあこの選手が現在単独となります。さあそして今ここで残りあと1キロ看板が見えてきた。ゼッケン530番の津生レーシング岩切ひろき、今何を思いながらペダルを回していくか。残りあと1キロメートル。さあ当初は10秒程度のタイムギャップだったんですが、ここに来まして5秒、後続が迫ってきています。さあ1キロ看板を越えまして、2つのコーナーを抜けるといよいよ下り区間から180度ターンに入っていきます。さあ地元大分県、2回目の開催となりました JBCF ロードシリーズ、さあ最終戦になりまして、津生レーシングは気合も十分、今回は14名での参戦となりました。地元14名の残り13名の思いを乗せまして、もう間もなく帰ってくる頃ではないでしょうか。ゼッケン530番。さあそして後方にはですね、5秒程度にまで迫っているという話なんですが、今現状としてはどうなっているか。さあここでコムがコース脇に行きました。さあ530、どうやら吸収です。吸収されました。ということは集団でしょうか。お、そして今また飛び出した選手がいるか。さあ津生レーシングか。さあそのまま逃げ切るか。さあ津生ですね、これは。さあ大きく声援を受けまして、今フィニッシュになりました。ゼッケン537番、ゼッケン537番、宮成邦人、チーム全員の思いを乗せましてゴールラインを駆け抜けました。津生レーシング宮成邦人、タイムは53分32秒37、最終周回のラップタイムは5分31秒94をマークしまして、見事1位でチェッカーを切りました。津生レーシング宮成邦人。そして第2位はゼッケン527番、チームロンボクリアンの友池亮。第3位はゼッケン550番のピナドーテストチーム桂義弘。第4位はゼッケン542番津生レーシング越野見誠一。第5位は津生レーシング津生康平。第6位はゼッケン541番津生レーシング本田和樹。津生レーシングだらけになりました。さあ、トップ6、暫定としてお伝えしております。確定につきましては、この後すぐにお伝えしてまいりましょう。さあそして今フィニッシュしていきます各選手。
お疲れ様でした。さあ、ちなみにまだコース上には人がおりますのでね、選手がいますので横断はしないように十分注意してくださいね。さあ、そして今フィニッシュしていく各選手に皆さん大きな拍手よろしくお願いします。さあ、そして今力強くフィニッシュとなりました551番。松岡剛選手も今ここでフィニッシュ。さあ、この後表彰式を行いたいと思います。この後表彰式を行います。暫定でお伝えしておきますが、ゼッケン537番津末レーシング宮成邦人、第1位です。そして第2位はゼッケン527番チームロンボクリアンの友池亮、第3位はゼッケン550番のピラドーテストチーム桂義弘、第4位はゼッケン542番津末レーシング越野見、誠一、そして第5位はゼッケン529番津末レーシング津末康平、そして第6位はゼッケン541番津末レーシング本田和樹、以上の6名の選手になります。さあ、表彰に関しましてはこの後確定出ましたら、紹介させてもらって、後に表彰式を行います。さあ、502番、今フィニッシュになりましたクラブシルベスト山野井里美選手、今フィニッシュです。さあ、続々とフィニッシュしていきました。さあ、佐藤紀弘選手、高橋幸也選手、川野健太、そして亀岡慎也、渡辺ジョージ、草壁壮太、そして泉正明、山崎明則、川上武人、そしてウォンナ義雄、大森健一、後藤健二。さあ、ここまでねフィニッシュになりました。さあ、そして帰ってきました。さあ、今フィニッシュです。お疲れ様でした。ゼッケン510番となります、久野康介選手でした。お疲れ様です。さあ、それでは先ほどお伝えしておりましたトップ6の選手、ここで確定となりました。確定になりました。再度確定リザルトをお伝えしていきましょう。第1位はゼッケン537番の津末レーシング宮成邦人選手、そして第2位はゼッケン527番チームロンボクリアンの友池亮選手、そして第3位はゼッケン550番のピラドーテストチーム桂義弘、そして第4位はゼッケン542番津末レーシング越野見誠一、第5位はゼッケン529番津末レーシング津末康平、そして第6位はゼッケン541番津末レーシング本田和樹、以上の6名の選手確定となりました。それでは表彰式を行いたいと思います。表彰式を行いたいと思います。表彰エリアまでお越しください。集まり次第ですね、届い次第表彰式を行いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。なおコース上にはですね、まだクラスター E3、選手がまだコース上で走っておりますので、横断にはですね十分注意をよろしくお願いいたします。コース上にはまだ選手がいます。あ、残りあと 200m で帰ってくる。さあ、あと残り 200m で、さあ、ラストライダーがあと 200m で帰ってきます。ラストライダーがあと 200m で帰ってきますが、十分注意してくださいね。そしてこのラストライダー